夢があるんだけど。夢があるのはいいことだね。ヘリコプターになりたいの。なんでだよ、鳥とかにしてくれよ。私今ここでヘリコプターやってみてもいいかな。むしろ見せてほしいと思っている。まず私のヘリコプターは両手のプロペラが5。おや、で、離陸したら5。オスプレイじゃないか。ふざけんなよ。なんでオスプレイなんかすんだよ。ヘリコプターやりたいって言ってオスプレイなんかすんな、嘘つき。女の子がオスプレイなんかするんじゃありません。どうしてオスプレイだと思ったの。そんなの見たらわかるよ、確実にオスプレイじゃないか。うん、女のオスプレイ、メスプレイ。あくだらねえ、くだらすぎて酸素が薄くなってきた。早く早く着陸してくれ。うん、いや、メスプレイはオスプレイよりも着陸うまいんかい。これはいいことですね。誰か降りてきました。誰ですか。サーティワンアイスクリームの擬人化です。あ、やった。サーティワンアイスクリームの擬人化キャラがメスプレイを操縦する神アニメが始まったようです。これは僕にとっていいニュース。ロッキーロードですわ。メスプレイの操縦なんてお茶の子さいさいですのよ。ジーヤ、お紅茶の準備を。キャラ設定間違いすぎだろ。そういう金髪お嬢様キャラはオペラ座シンフォニーであるべきだ。私のコードネームはコットンキャンディ。敵機発見、殲滅します。だからキャラ設定間違いすぎだろ。そういう無口なアンドロイドキャラはコードネームバニラであるべきだ。世の中に耐えて桜のなかりせば、春の心はのどけからなし。アナイトおかし、ダイナゴアズキです。ダイナゴアズキすぎるな。ダイナゴアズキだけ、ダイナゴアズキすぎるな。できるなら最初からちゃんとやってくれよ。このアニメ秋クールに間に合うかな。いや、ヘリコプターになりたいというのはどこ行ったのか、もういいよ。